どうも、ガロです。お願いします。ということで、今日も将棋ウォーズやっていきましょう。ということで、はい。ですね、鼻が詰まってる。いや、もうさ、ずっとなんか風邪気味っていう話をしていたと思うんですけど、ずっとですね、動画で。で、ちょっと調べてみたんですよ。なんかね、鼻の奥の方が詰まってて、まあ、ちょっとこれで鼻の、手前の方も詰まってきてるんですけど、でちょっと調べてみたら、なんか副鼻腔炎とかね、蓄膿症というのが出てきてですね、もう俺1、2週間ぐらいずっと詰まってる気がしてて、これなんじゃねえかなと思って今日病院行こうかすごい迷って、来た恐怖の教育救急車お願いします。そう、すごい迷っててですね、これ行った方がいいのかな、やっぱな、めちゃくちゃ腹の奥の方が詰まって、その影響かわかんないけど頭痛までしてきてるんですよ。でさ、なんか声もちょっと枯れ気味になってきてるし、まあ、これはきっとね、なんか鼻が影響してる気がする。で、調べたらですね、なんか治療していて、投薬していて、で、1週間、わかんないけど、右試験飛車。治んなかったら手術みたいなのもあってですね、ちょっと怖いんで、ちょっと嫌だなって思いつつも、いや、本当に行った方がいいかなっていう最近思ってる今日この頃。となります。ということで、ロイさんお願いします。はい、はい、相手が試験飛車ですね。試験飛車、どうしようかな。天守閣美濃の右試験もあるはあるんですけど、たまにはそっちします。たまには、いつもエルモなんで、たまには囲いを変えてみますか。はい、こんな感じで、これで8七玉と上がってしまって、で、7八銀と上がってですね、これで天守閣美濃完成です。これも行っちゃう手あるんじゃないかな。相手がね、7四歩ついてないんで、7五桂の味も残るんで、ここで行っちゃうって思いますね。で、これ以上深く囲うっていう場合は、9八玉から8七銀、7八金、6八金、右とやっていく方法もあります。で、これ一回さばいておいて、同銀、同飛車で、4四歩ですか、4四歩で同飛車だったら5五角という手があるんで、4四歩だったら1回逃げときますかね。はい、これは1回引いておいて、これでこっち隙ないんで、で4二飛車とかだったら4三歩から3二角が打てるんで、角打ち2345、1回走りますか。はい、これで4三銀って打ってくれるなら、おとなしく引いといて、拡大はできないし、2ならですね。これどうするんだろうな。単に角なるんですか。これはおとなしくなっておいて、で、4三角とか、でも4三角は5二銀があるかな。どうしますかね。4四歩から4三歩なりってやって、ゆっくりやるっていう手もあるんですけど。3、4、5、6。どうしようかな。普通に角打ちますか。はい、角打って、ケーキを拾っていきますかね。で、角打つことによって、1一角成が8八まで効いてるんで、どっちかっていうと受けの手でもありますけど、でそういう手には、どうしようかな。7五歩ついてくんだ。6、いいか。はい、こうやって取っといて、なんでこれ同歩ってやると大手竜を食らってしまうので、そこだけは要注意ですね。5、6、どうするかな、分かんないな。いかなとこ。あ、ダメだこれ。5四馬って引かれる。あ、いいか。5四馬引かれたら、竜逃げといて、いいですか。2、3。ちょっとおかしかったけど。あ、これ3二銀打たれるわ。全然見えてねえや。7六馬だったら8八玉って引いといて、次がないと思うので、はい。これね、3二銀どうしようかなって思うんですけど、3二銀、1一馬、1一竜、1一竜かな。3二銀は同、一応3三の銀が遊んでる状況なんで、これ3三銀だったら1二竜で、遊んでる飛車と交換になるけど、相手も銀投資してるって考えると、そんなに悪くないんじゃないかなということで、相手飛車だけですね。はい、お、なんだ、なんかうちの猫はですね、今ですね、お座りしながら前足だけで歩いてました。3 ちょっと可愛かった。どうしようかな。6、下で戻しとくか。これで5二銀で使われてしまうんですが、どっから仕掛けるかなんですけどね。どうやってやろうかな。3二馬とかやってこない。1、2、3、4、5、6、7、8、
9。あ、分かんなかった。ちょっと筋悪いかな。うん、どうしようかな、まあ、5二銀ってやったときにどうするかなんですけど、そうなんです、これどうするかなんですよね。3、4、5。まあ打つ、いや打つのはおかしいんだよな。4三銀って上がられといて継続手がないからおかしいんですよ。打つなら5五からだったんですけど、ちょっと見えない、手が見えないよ。そうなんですよ、それでねよくわかんないんだよ。手が見えない、まあ一回こうやってやっておきますか。で、あの7六の馬が消えればこっちもいろいろできるということで、どうしようかなこれな。1、2、3、4、5。なんかパッとしないんですよね。7、8。いや違う、なんか違うな。これ5、4待って引かれといてどうすんだって話なんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8。いやなんか全然違うぞ、ずっとおかしい、ずっとおかしいけど、まあ4四馬だったら、一応5四の馬が8七に効いてるとちょっと気持ち悪いんですよね。だから強者拾った時にいつでも8七強って打たれちゃうんで、そうこれでこっちから打ってやろうという作戦なんですけど、なんか微妙、ちょっと手の中でおかしいですね。まあ今のところで1八角っていう手もあったかもしれない。うん、1八角の方が良かったかもしれない。ダメだ、本当に見えない。1、2、3、4、5、6、7、8、9。全然手が見えない、どうしよう。そうですね、歩突き1、2、3、4、5、6、取ってもらって同銀の形にしたいんだけど、あ、分かんねえ、ほんと分かんねえ。ちょっとダメだ。あ、これ同銀ってやろうと思ったけど同銀できないじゃん。1、2、3、同玉ですね。そうそう、これあの竜が効いてるんで同銀ってやると切っ取られちゃう。全然手が見えてないぞ。まあ5二銀ならずを狙ってるんですけど、1、まあとりあえず微妙ですね。3、4、5、まあ、寄っといて7七歩は同桂同桂なり同玉ですか。でもう一回桂おかわり来るんで、いやほんとダメだな、どうしよう。1、2、もう一回桂打ってからの銀、まあ、こっちに逃げるのか。1、2、3、4、5、全然自信ない。6、7、8、9。全然自信ないよ。7七歩に、まあ、7六歩だったら8九桂なんですけど、7七歩に8七銀に7八角とぶち込まれて相当怖い。1、2。相当怖いけどしょうがない。いやしょうがなくないな、終わってるまである。1、2。いや参ったな。3、4、5。いや参った参った。でまあ7七銀とぶち込んで7九竜の形を作ってくるのかな。あ、歩なんだ。1、2、3、4、5、6、7。いや参ってるよ。9。いや参ってるよ、どうしよう。まあ打つんだったら今あれですね、打つんだったら6九からでしたね、6九からだった、間違えた。いやこれで積んでるじゃないの。2、負けました。3、いや全然手見えない、どうしよう。いやひどい。よし、まあ、気持ち切り替えていきましょうか。次負けたら病院行こう。伊藤風呂踏みプロの誕生日です、おめでとうございます。はい、なんかね上にねこう最近よく出てきますよね、プロ棋士の誕生日って上に出てきたんで、はい、多分ね動画では映ってないかもしれないですけど、いつもそこのその部分はね切ってしまうので、あなたが先手です、映ってないかもしれないですが、はい、お願いします。対局開始。1、よし、次は勝つ、次負けたら病院行きます。でも鼻がどん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 詰まっていっててすごい喋りにくいんですけど、やっぱね天守閣美濃よりもエルモの方がやっぱ楽ですね。結論1、うん、ってことはやっぱエルモが優秀ってことですだと思います。まあまあさっきの将棋は純粋に俺の中周魔力があの角代わり勝っていたってだけなんですけど。これ何やってくるんだろうな、早くできんかな。1、まあ、一回様子見ますか。桂馬だったら6五桂の速攻とか桂か銀かどっちですかね。桂だった、まあ6五桂4五桂どっちかな、4五桂か、こっち俺後手番か。
晴れてくる将棋になるのか。1なんか雰囲気は晴れてきそうなんですけど来なかった。じゃあ上がって、あ、これ6号桂ないかな。飛車引こうと思ったけど、まあいいや、はい、右玉スルーしてくれましたね。でこれでまあ6二金型でしょう。ここまで金保留するってことは、あれ5二だったはい、ってことはまああとは地下鉄飛車か普通の将棋か、さあどっちでしょうか。5四銀だったらいいんですけど、あ、引くんだったらあれですね、うん、地下鉄はないんで、まあ、普通に組んでいくと。でまあ5四銀ってどっかで上がってくるんじゃないかなと思うんですけど、まあこっから4三金左から3二玉ってやってくる場合もあるかもしれないけど、まあ大丈夫でしょう。で5四歩も突きづらいと思うんで、そう 5四銀ですよね。でこの後に6六銀と上がっていくっていう流れですかね。で相手は2二玉とやるか4二金とやるか、あ、第3の手だった3 まあ一回様子見ますか。はい、で6五歩ってついてくれるとね、ちょっと嬉しいっちゃ嬉しいんですよね。6五歩ってつくと6五桂の味がなくなるんで、あ、そういう手か、3やだな、4、まあまあまあ一回上がってきますか。で、まあ、8六歩同歩同飛車の時に、やばい、ほんと腹詰まってきた時に、なんかできないかな、2こんな感じですか。で5四歩だったら6四銀から9七角があるんで、まあ飛車引くか何するか、まあ飛車引くか、はい、で飛車引いてここで4五歩も仕掛けれちゃうんで仕掛けていきましょう。まあ8七歩とかは打たなくても、まあね、2九の飛車がいるんで、ただ桂馬取られた時に2六桂って捨てられる手があるんで、それだけ注意が必要ですね。そうやられちゃうとまあ、逃げるしかなくなってしまうんで、取っちゃうと8九左が見えてるんで、まあ、ここで4四銀、そうですね、4四銀で同銀同銀同銀に4六歩と打っておいてどうでしょうか。1はい、こんな感じで、でまああと8七歩って打つ手もありそうかな。同飛車だったら7二角、ただ8七歩打つと4二飛車って回ってくるのかな。まあそこで1 2これ1回突き捨て入れたいな。4これ取ると同銀なのかな。でここで歩叩いて4二飛車だったら5一角って打って2四角成をするっていう作戦ですね。で逃げる場所もなかなか難しい、そうですよね。で角打っといて、まあ飛車取れたらだいぶ相手も嫌な感じになるんじゃないかなと。で3六歩は同銀ってやっといて次がないかなって思うので、12浮きはすごいな、5二銀もあるけど、5、まあ一回ちょっと様子見ますか。5二銀もね今すごい打ちたかったけど、まあこちらの王様を安全にしていこうということで馬作って、まあ、自陣の受けも利かしつつっていう感じですかね。3、4、これな、5、6、7、8、ちょっとよくわかんない、一回封筒まあ同玉だったら3四馬とか、まあ、なんか3四銀とかなんかいっぱいありそうですね。同金だったらどうしようかな。同玉、1、2、3、同玉は5、6、まあ、銀打っといて、で飛車が逃げたら4二馬で空き王手ですね。これは決まりそう。1、2、3、4、5、どうしようかな、これこうか、こうですか。多分即詰みは あったかな今、あ、即詰みあったかもしれない。3三馬から3三歩3一玉、完璧な指し回しでした。即詰みあったかもしれないけど、まあまあこれで一応こっちが詰まないんで勝ちですね。ということで、はい、今日はこの辺で、勝ったんで病院行かないぞ。はい、ありがとうございました、バイバイ。